CM だもんね。こんにちは、ナナユニバースメンズバイヤーの福島ゆうすけです。アシスタントの広瀬美香です。では先週に引き続き早速、はい、柄選びの方にチーフとね、はい、ハンカチを作るためのハンカチとソックス、ハンカチとソックスを、はい、作るための柄選びに入りたいと思うんですけれども、うん、実際にねこれ選んでもらうじゃないですか今、うん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 、でじゃあ靴下とハンカチできました、うん、はい、広瀬さんが選んだやつっていうのも、うん、商品化しますよ。あ、お店で？お店で商品、うん、売りますよ。そしたら実際に実際売ります、売ります。皆さんがお求めいただけるようにしたいと。え、嬉しい。それいいですか？番組初の別注じゃないですか？そうですよ、ね、もうだから番組別注、まあ、広瀬別注わあ。ぜひ嬉しい。店頭、まあオンラインでもねもちろん買えるようにしたいんですけど、うんうん、まあ限定して店舗でも販売したいと考えております。初めての試み、すごい。クヤモラモーダー進化してますね。だから変なの選べないですからね。本気で本当に選びましょうよ。わかりました。僕はもうエッチなのしか選ばないですけどまた出ましたね、オフェロシリーズ、はい、やっちゃいましょうかやっちゃいましょうかって。エッチ系、あんまやめようか。あんまエッチエッチ言うのちょっとやめましょうね。ただ実際にもう、靴下広瀬柄の靴下、うん、広瀬別注のソックスとハンカチ、ティアモ別注のソックスとハンカチオリジナルを、なので、まあ、最低でも4パターンできますよね。そうですね、うん、僕の2パターンと広瀬さんの2パターン、それが実際にお店でもオンラインでもっていう別注をやりましょうという企画なので、ただ遊びに来たわけじゃないんですよ。なんか 今のところ遊びに来たみたいな。カシさん大丈夫ですか、こんな感じで。大丈夫ですか、大丈夫ですか。ダメなところはと言ってください、うん、これでもう全体的にちょっと出てるとこあ、でもダメです、ダメです。カジさんもうすごいエッチとかいっぱい言ってますから、カジさんのキャラが今だから大丈夫ですかって僕は思ってるんですけど、多分カジさんのテロップがピンクになります。全部そうです、そうです。カジさんのこの後の展開が大丈夫かなっていう、そうですよね。まあヒロさんフォローしてあげてください、そこは。あ、できいいでしょう、いいです、ヒロセいいでしょう、出ましたね、いいでしょう、よろしくお願いします実際にじゃあ選びますね、はい、ティアモラモーダ。でもティアモさんは普段からこういうことをやってるんですからね本職ですからね。仕事ですから。ティアモが本職じゃないですからね。そうなんですよ、実際ね、バイトだからね。ティアモはちょっとこれ見ました、ティアモさん、こんな可愛い柄もあるんですよ。ここもうモザイクモザイクじゃないですかね、ここはっていう。だからこういうね、ちょっとね、でもほら絵がリアルじゃないので。そうですね、まあ、ね、タッチが可愛いんですよね、うん、ここの顔を広瀬さんと僕にするっていう別注はできないですか？いや、それはこれはマジガチで聞いてるんですけど、はいはい、できます。それはもう完全に個人の、ね、あ、もうそうなんですよ、 CG を駆使して。じゃあ後でちょっとやってくださいこれ2秒ぐらいいいですか？誰も買わないよね、俺が買う。あ、俺がね、俺が買う。じゃ意外とね、こういうハンカチにしましょうとか、うんうん、靴下にしましょうだったらね、うん、柄とか選びやすいじゃないですか、うん、あ、こういうのかっこいいかも。ノートルダム の屋上にいる屋上のやつね、いいな、こういうのも。まあまあこれぐらいのね、こういう柄とかいっちゃってもいいですけどね、ハンカチだったら、ね、ああね、これ可愛いですよ ね建物のシリーズ。そうそうそう、これどこの国？これキューバ。キューバ、ハバナの街なの。可愛い、キューバいいですね、キューバシリーズ。色味がね、明るいですからね、うん、独特。迷いますね、これは、ね、まあ、楽しい。もう選べないと思うんで、3種類とか4種類とか実際にね、そう、皆さん買うことを、これだったら買ってくれるかなっていうのをね、ちゃんと想像してさ、使いやすいかなとか、プレゼントね、プレゼントしやすいかなとか。プレゼントいいですよね。あとはちょっとカジさんにヒントをもらうっていうのもありですよ。そうですね、カジさんヒントっていう、そうそうそう、これを靴下にしたらどうなるかとか、うん、ハンカチにプリントしたらどうなるかっていうのをよく知ってるのはカジさんなんで。確かに。これさ、どっちが可愛いと思います？この白地とこっち、ね、こっち、
これ可愛くないですか。それ可愛い、ね、それいい、めっちゃ。えちょっとさ、じゃあさ、選んだのそれぞれね、5、6枚選んだものを、うんうん、あ見せます、見せっこしましょう。あもう決まりました。だいたい決まりました。あ決まりました、うん、じゃあちょっと途中経過というか、まあまあまあもうそうですね、途中経過をね、まあ、いいですか。もう選びきれないじゃないですか。もうね、多分これは本当にこんなキリがなくなるんでね。可愛いのがあったらさ、コーヒー豆とかね、可愛いんですけどね。コーヒー豆なんかあったんだ。あった。あこれも可愛いですね。あちょっともうダメだね。ダメだよね。じゃあとりあえず途中経過を見せ合いましょう。 OK です。何枚選んだんですか。ちなみに、ちなみに私はすげー抜いてますね。あこれも初期の段階で私が選んでる。うわ、すげー選んでるこの人。あれめちゃめちゃ出てきた。めちゃめちゃやろうとしてるじゃん。あこれ私ね、この柄好きだったんだよな、この柄。あそれね、めっちゃいいっすね。ねちょっとキャムさんっぽいですけど、これにちょっと近いやつでしょ。これそう、この柄、ね、こういう柄はやっぱ普通に使えると思うんですよ。使いやすいですか、カジ、うん、さん。そういう柄が一番、まあ、使いやすいですよね。ですよね、はい、不正であ堂々と不正するんだよね。いやいやいや本当に。キャムさんの方は、あ僕、うん、個性的なものがあるのでちょっと見たいんですけど。ぜひどうぞ。見せてもらっていいですか。どっから行きます。この、ね、じゃあこれから行きます。私はまずこれですかね、このおこれキャバレーですかね。さすが、いわゆるキャバレーですよね、パリの。ムーランルージュのあのキャバ、ムーランルージュのね、タンカン。かわいいです、ね、これどうですか。かわいいです。これはもう、うん、それこそハンカチにし、このまま例えば模様をハンカチにしてもいいかなと思ったし、まあお姉ちゃんをお姉ちゃんいっぱい並べて靴下にする、うん、お姉ちゃんを踏んづけてやるっていうあの思いで靴下にする。もうお姉ちゃん踏んづけてやるっていう靴下になるじゃないですか、これをいっぱいプリントするとね。マジで言いたいだけですよねそれね。いや全然別にそれのために選んだんじゃないですか。踏んづかれてますからね。踏んづかれてますよね。踏んづけられてますからね。そうなんですけど、まあ、願望ですよね。願望だからこれは可愛いかなと思います。可愛いですそれ。ああうん、あとはこれね、カジさんが、ねね、私もそれすごい好きです。ポケットにしてたのの、うん、この色違いですね。まあ、だから同じ柄をね、うん、抜こうと思えばいけるし、うん、靴下にもできる、うん、はい、あとは、うん、これね、お尻シリーズ可愛いですよね。可愛い、そうこれもキューバ。そうですね、それもキューバ、うん、だからこのお姉ちゃんだけ抜いて、うん、切り抜いてっていうのもありかなと。なるほどね。そうそうそう、可愛いですね。可愛いですよね、うん、お尻何ですか。何今のお尻、失礼します。何いいお尻してますね。あ絶対それテヤムさん選ぶで、これね、あとこのツタンカーメン、ね、ちょっとさ、なんかパターン化されてません、これとこれ、うん、だからほら、ね、どっちでかでいいかなと思ったのよ、ね、こういうタイプってパターンのやつはね、確かに確かに。でもこの色味がこれいいでしょ、このポー絶対テヤムさん好きだなと思ったでしょ。そう、うん、この色も綺麗だったし、うんうん、こうツタンカーメンがプリントされてるのはなかなかないと思う。ない、うん、エジプトシリーズなかなかないですよ。ないで、このポーズね、これね、そうそうそう、これがいいじゃないですか、うん、だからちょっとやっぱりエッチじゃないですけど、うん、不本意ですけど、うん、ちょっとこれは普通に使えるかなと。靴下にしたらさ、こういっぱいいるでしょ、バーってね、そうですよね、はい、それもできるから、かわいい。この顔テーマさんにしたいですね。あそれは作られるだろうな。ここひげ描いてサングラス作られる。で最後いちご。あかわいい、いちごそうちゃんも好きですもんね。そうですね、うん、いちご、まあ、意外とバランスが取れていないようで、ね、取れているそうな、まあちょっとなんか三角にするとパンツみたいですね。ちょっと今あの巻こうと思ったんですよ今。三角なんかちょっとこれできるんですか、これ。いいんじゃないですか。これはできないですよね。トランクス作りましょうよ。トランクスはできないですよね。トランクス作りましょうよ。キンロックさんに怒られますよ、ね、下着はやってませんから。水着はあるんですけど、ね、お、はい、それ初耳。それ有力情報ちょっと得ましたね。本当ですか。本当です。第2弾はトランクス、こういう、いやいやそういうのじゃなくて、あのもっとちゃんとここら辺でのやつは、あでもいいじゃないですか。それでイタリアの海でブイブイ言わせてくださいよ。
だね。ちょっとそれいいです、ね、これでバーンつって、あ、いい情報、まさかのねトラブルアクシデントから、アクシデント、まあまあいちごですね。なるほどね、これはもう本当にそうです、そうです、あのハンカチでねいちご柄っていうちょっと、うん、ないですもんね、あんまり可愛いかなと思いまして、なるほど、さっといちごを出す、あーず、うわーずるい、女の子に、女の子受け意識してますよね、それね、そりゃそうですよね、いやらしい、だってファッションって結局そっちじゃないですか、あ、もうそれを言ってください、ね、そっちじゃないんですか、カジさんそれ言ってください、確かにね、そうですけれども、カジさんやっと言ってくれましたね、モテたいから、そうなんですよ、モテたい、だからモテたいから、女性目線のこういうご意見って非常に貴重なんです、なるほどね、はい、でもいちごはちょっとなんだよむむってなります、むむティアモラモーダ、じゃあ私のご紹介させてもらいます、はい、もうカジさんいいナイス、じゃじゃん、くれましたよ本当、そのさっき紹介した私優柔不断なんで、はい、違うから、お、あ、違う、色違い、色違い、色違いです、ここ柄ね、そう、この柄がなんかすごい素敵だなと思って、また珍しい、宮殿の中にありそうなタイルの模様、でもさ意外とね柄好きなんです、ね、柄意外と私踏めません、踏み絵されたらできないです、多分でしょ、柄踏めません、踏めないでしょ柄を踏めやります、見なさいよって言われたら無理でしょはい次、まあ、ほらまたね、ね、これ可愛くないですか、これはねちょっと俺も可愛いと思ったんですよ、これすごい可愛いなと思ったんですよ、これはね騎士たち、センスがでしょ、こいつはこれちょっとこうやって入れてて最初何の柄なんだろうって分かんないと思うんです、透明、うん、だけど近くで見たら、あ、可愛いってなると思う、ハンカチとしてのね、うん、この使い勝手もいいですし、うん、絶対いいと思います、このコラを抜いて靴下にするっていう、そう、まあ、これごとだから靴下にしてもこれもありですもんね、そうですね、そうだね、あとはおじさん一人抜くもなんかハンカチでもいいかなってって思った、うん、可愛い、それすごい可愛いなと、なんか色もズバリで可愛いですね、ね、そう、ね、ブルーがさ、それできますか、できますズバリで、はい、うん、可愛いです、あともう一個、はい、じゃん、キューバシリーズ、あー、これもいいね、これ可愛い、これ憎いですねこれ良かったっすね、これは本当なんかもう色味がこれ完成形ですよ、あ、もうズバリが綺麗、うん、ハイピングもこの赤がすごくビビッとなってるし、これ靴下、これね悩みますね、あ、悩むんですね、まだ悩みません、これだって切り抜けないよ、切り抜けないよ、みんながグルーヴ出してるもん、グルーヴだよグルーヴいいこと言うな切り抜けないよ、みんながグルーヴ出してるもんね、切り抜けないよ、一人とか二人とかで、はい、あとこれ、あ、これは一緒じゃない、でもその中でもやっぱ私は気球とこの自転車、ね、なるほど、が気に入ったと、と気になると、パイプ、パイプ、ん、何、何、どう、あ、これね、何でしたっけ、これ着せるじゃないですか、着せる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 が気になりました、まあ パイプパイプでもまあいいじゃ、あとはそれを抜きたいんだね、どっちかどっちか、これのすげえ選んでますね、もう選べなくて可愛くてあとこれ、あ、それもバッキンガム宮殿のなんかいじるとこがねえな、でしょ、意外と真面目でしょ、うん、いじろうとしてないんですけど、結構本気で選んでます、ちゃんと製品としてね、はい、ハンカチになっても良さそうですし、悩みますね、ここから絞るの、うん、多分僕が思うになんですけど、うん、あのハンカチはある程度想像できるじゃないですか、はい、製品に靴下がね、そっちなんですよ問題は、わかるわかる、例えばこれでこの2人を切り抜いてとかですよね、はいはい、このここを切り抜いてみたいな、そうですね、うんうんうん、それはいけるっていうことなので、うん、はい、悩むな、まあ、ちょっとねそこは最終その柄の中から選びましょう、カジさんに聞きながら、そうですね、いけるいけないをちょっと精査するという、で、もう最後ですか、もう一個、はい、これはちょっとどうしようかなって考えてます、これ何ですか、王道の車、うーん、カーシリーズ、でもオールドカーですもんね、これきっと、うんうん、かわいいんですよ、これキューバ、ね、それロンドン、ロンドン、あ、ロンドンか、はい、ロンドン走ってますよね、こういうのね、かわいい、だから国の背景がねちゃんとあるっていうところもなんかこう女の子に説明できるじゃないですか、旅好き女子にね、そこにこう刺して、そう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 、実はこんな柄なんだ、それ何、何の柄、あ、フランスなんだ、パリなんだ、こういう会話を楽しめる愛情、ね、やってください、ね、茶番を茶番をってダメ、そういうこと言っちゃ、これでやりましょう、俺が、うん、せ、あの見本を見せてください、あ、俺がやるんですか、うん、いやもう、いや
このくらい女子役やりましょう。じゃあ新しいスタイルで、ここで女子役ハジコが、じゃあちょっとハジコハジコになっていただいて、じゃあ茶番です。いいですか、じゃあやりましょう。じゃあ、うん、ここにしましょうか。はい、テオマラモーダー、はい、小芝居が増えてきましたね。じゃあ行きましょう。で、何も考えてなかったの。遅いな、カジコ。お待たせ。あ遅いよ、遅い遅い遅い。もうごめんごめん、ちょっとかわいい。カジコ、本当今日あれだからね、本当もう許さないから、カジコ。あ、でもカジコ、本当もう今日俺、え、でも今日プンプン、なんか素敵な綺麗なチーフ刺してるね、それ。いい色してるね、いいな、何それ。え、気になる。ちょっと、うん、見て見て、何それ。何すごい、グイグイ来るな、カジコ。早く出せよ。あ、ごめんごめん。見て、カジコ今日な、え、何これ、広げたらこんなになってたの、これ。落としどころなしなんで、ちょっと見て、大やけどしそう。今日夜本当カジコこのポーズさせるからね。ベッドの上でカジコこのポーズ。じゃあカットカット。カジが固まってる。カジさんがはっちゃけてるのは本当にレア映像です、ね、しかも私の失敗例をもう一回辿ってしまったっていう、もう一回聞いてしまうっていうのと、もうカジさんが今日本当にこれをオンエアしていいかどうかは、いいかどうか後でちゃんと、ね、確認取りますからね、これ。カジさんがね、今後の仕事をやりにくくなるかどうかがかかってますから。ファッション業界で、はい、インコでカジコになります。激震ですからね。それやだな。激震ですからね。ティアモラモーダ。じゃあちょっとね、うんうん、お互いの柄をちゃんと選びましたが、そうですね、ね、ちょっとなかなかねすぐ決められないと思うんで、まあ、はい、大体目処をつけたこの中から、うんですね、靴下とハンカチを作りましょうか。選びましょう、うん、絞れないでしょ今1個にね。今は絞れないです ね, ですよね、うん、まあ、だいたいさっきの候補の中からなのか、そう、ね、違うものなのか、うんうん、行きたいと思いますので行きましょう。お風呂シリーズね、はい、どのくらいでこれできるのかっていうのをね、ちょっと説明してもらおうかなと思って、うんうんうん、カジコにね、カジコにね、うん、カジコどうなの、その、カジコどうなの、ちょっとでもどのくらいなの、難しい話、わかんない、わかるでしょ、カジコ、わかんない。でもカジコの会社かな、カジコ、カジコの会社でしょこれ。ミカが怒るでしょ、ミカが、ミカが怒っちゃう、本当にもう多分、うん、2ヶ月ぐらいかな。2ヶ月もかかるの、もうちょっと信じらんない、カジコ。頑張るから無理めー、いや頑張る、2ヶ月無理めー、2ヶ月無理めー、お年食が強い、2ヶ月無理めー、ちょっとだけ、ま、待っててね。カジさん、カジさん、本当はこれどれぐらいでできるんですか。2ヶ月、2ヶ月ぐらいですね。あ、2ヶ月、はい、じゃあ2ヶ月ぐらいでハンカチとソックスが出来上がって納期になるわけです。すごい二面性ですね、はい、じゃあ実際もう今日オーダーしたら2ヶ月で仕上がりますんで、うん、はい、それをじゃあ僕ら待てばいいということですね、はい、じゃあ今日置いていきましょう、うん、色と置いていきましょう、はい、いや気持ちが追いつかなかったですね、今回の会話。どういうことですか。いやもう新たな逸材発掘ですよこれ。あ、本当ですか、何かありました。全然僕、いや特にないと思います、うん、そんなに不思議あるのがちょっと全然意味がわかんないかな。皆さんたまに変なこと言います。皆さんも多分気持ちの整理がついてないと思いますが、いや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 、チャオ、来週お楽しみに。無理めこうやろう。ねえ、ひろきはね、あ、ひろきじゃない、昔の男の人って名前、あれこれ続いてるな、分かれてねえな。この広瀬ガーラ、広瀬ガーラ、広瀬ガーラ。